お世話になっておりますすフォトレシオではいありがとうございます <laughs> というわけで今日はですね GFX 用のマウントコンバーター EF レンズのマウントコンバーターがね今2種類ありますフリンガーとテックアートこれらの2この2つをね AF 性能をちょっと比べたいということでけい、えー、ちゃんに来ていただきましたということでよかったら最後までご覧くださいありがとうございます はいじゃあまずテックアートです、レンズは 2405F4 ですね、EF、はい、の2型で、えー、テックアートつけて、コンティニュアス AF で半押しを今、しています。これねで、ちょっとこれ、この、そうですね、ちょっと横にずれてもらって、はいはいえー、どうでしょうか、もうふわ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 するんですね、これ前後にめっちゃ探しますね。 はい、ちょっと近くに寄ってきてもらってもいいはいふぐわんぐわんしますね、すごいウォブリングがありますね、これ見てると、ね、具合悪くなるんですよ、なのでコンティニュアスではちょっと使いづらいですね。ははい、はいいいこんな感じ、はい、というわけで、テックアート動画モードで確認ですけれども、えーとですね、マーカーは出てるんですけど、これね、オートフォーカス動いてません。 あのね、オートフォーカス動画にはちょっと対応してないっぽいですね。ちょっと近くに寄ってきてもらってもいいですか。一応動いてんな。戻ってもらってもいいですか。いや、動いてねえな。あれ、ね、フォーカス動いてないんだよね。<laughs> じゃもう一回近づいてください。今ここがここが今ピントになっているのであれなんですけど。 これでちょっと一回無限元にしてもう一回寄ってみてもらってもいいですか。はい。ね、ピント合ってないでしょう。これ、ね、合わないんですよ。テックアート動かない。はい。ということで残念ですがテックアートは売ります。はい。はい。次、えー、フリンガーにしました。フリンガーでさっきと条件は一緒です、えー。半押しした状態でどのような感じになるか見てみたいと思いますが。 もうこの,この段階でかなり違いますねあの動作の滑らかさが違うちょっと前に来てもらってもいいですかねはい、はい、もう制御の何ていうのこの解像度の違いが明らかですねすごい全く違うこのウォブリングみたいなのもほぼないですしちゃんと追従してるしもう一回はいめっちゃスムーズですめっちゃスムーズ。 はいありがとうございます。というわけでフリンガー動画モードで確認ですけれども今ねけいちゃんに今トラッキング開始しております。はい、でじゃあちょっと近づいてもらおうかな。はいちゃんと動画ねこれ追従してます。テックアウトは全く動く気配なかったんですけどフリンガーは動画でもばっちりということで。 はい、これ値段の差以上のものがありますね。はいありがとうございました以上ですはいといとうわけでご覧いただきましたフリンガーとテクアと比べましたけどもいかがだったでしょうかまあフリンガー買っとけってことですね。はいというわけで次の動画でお会いしましょうありがとうございましたさようなら。